中里つね子は日本の小説家。本名、久し、神奈川県生まれ。1939年に国際結婚をテーマにした乗り合い馬車、日光室で女性初の芥川賞を受賞。人生の機敏を天賀な文体で描いた。戦後は、歌枕、しぐれの木など老郷を描いた作品を多く発表した。芸術院会員。1909年。 父、中里万蔵、母、炎の次女として、神奈川県藤沢市に生まれる。家業は、幕末から続く、五福太物省である。1922年、横浜高蘭女学校に入学。翌年9月の関東大震災で家も学校も、消失したため川崎に転居し、川崎実家高等女学校に編入する。1925年に、 女学校を卒業、翌年、文芸春秋社員をしていた当園の者より、長井達夫を紹介される。1928年、火の鳥などの同人雑誌に創作を発表し始める。12月、兄の知人の佐藤信繁と結婚して、佐藤生となる。1930年、長女が生まれる。1932年、結核の養生のためず市長桜山に転居。 横光リーチ、川端康成と知り合う。翌年、辻の桜山中町に転居する。1936年、横光リーチ文化である、寺崎広志編集の文学特本の導人となる。1937年6月号から翌年3月号まで、雑誌、少女の共に連載された、川端康成、乙女の港の下書きを書く。1939年2月、 前年に発表した乗り合いバッシャ日光室で第8回芥川賞を受賞する。受賞作は兄たちの国際結婚を描いたもので、後に娘が米国人と結婚することになり、かつて国際結婚を冷静な目で見ていた中里自身が大きな動揺に襲われるという経験をした。1952年、長女が アメリカ・ボストン市のニュートン精神大学に留学する。1955年4月、長女が結婚することになり渡米する。1956年、別居中だった夫と離婚が成立する。1974年、老教を描いた歌枕で読売文学賞。1975年、我が家で日本芸術院恩師賞。1979年、誰、袖で。 女流文学賞受賞。しぐれの木は、中年の恋を描いたものとして話題になり、没後映画化されて再度読まれた。1979年により、中央公論者より、中里つねこ前の観光開始、翌年には、乳がんの手術を受ける。1983年、芸術委員会員に推薦される。1985年、君山東随法賞を受ける。翌年、 蝶閉塞のため入院する。1987年1月、再び入院し、4月5日、大腸腫瘍のため死去。77歳坊津。ABCDEFG 岡信子編、中里つねこ連昭和文学全集第19巻小学館、1987年、ピアニッシモ、1011から1015、川端康成、乙女の港 P322、 実業の日本社文庫2012年朝日新聞1975年4月8日長官18ページありがとうございます。